北ドイツ放送は、ハンブルクに本部を置くドイツの公共放送局。ARD 加盟究局の一つ。ハンブルクの NDR テレビスタジオ1954年に、北西ドイツ放送から西ドイツ放送とともに、分割設立した。開局以来ドイツ北部のハンブルク、ニーダーザクセン州、シュレースビヒホルシュタイン州を、放送地域としていたが、東西ドイツ統一後に、 旧東ドイツ国営放送のメクレンブルクイコールフォアポンメルン州部分を吸収し、同地域でも放送を開始した。また北ドイツ放送、エルプフィルハーモニー交響楽団などのオーケストラ運営も行っている。2011年にはユーロビジョンソングコンテストのホスト放送局を担当した。ARD のニュース番組であるターゲスシャウは北ドイツ放送が制作している。 ハンブルクの本局の他に、放送エリアの各州内に、スタジオや特派員事務所を置いている。詳細は、デア in ・ NDR ・イン・ニーダー・サクソン、NDR 公式サイトを参照。詳細は、スタジオ・イン・メキロンバーグ・ホーポーマーン、NDR 公式サイトを参照。詳細は、NDR ・スタジオ・イン・シュレスビヒ・ホルスタイン、NDR 公式サイトを参照。ノート。 まず NDR 開催地のデュッセルドルフは WDR の放送地域であるが NDR はドイツ国内での放送の責務を行っている。大スタジオイムバーブリック NDR 公式サイトありがとうございます。